さて58キログラムのライズワールドシリーズのリザーブマッチとしてこの試合が行われます。こちらは工藤正秀3連敗中、後がありません。全てをかけて戦うと本人も語っています。そして相手はタリック・トッツ。さて宮城さん、はい、この試合は当初3月前回のですね後楽園大会で予定されていたんですけども、はい、まあ、工藤の KO 負けによって延期されたわけですよね。そうですね、まあ、でもここでしかもワールドシリーズのリザーブマッチにという形になれたので、お互いいい感じに気が入ってるんじゃないですかね、はい、改めてこれチャンスが巡ってきたという見方もできますよね、はい、工藤選手の代わりにもしかしたら志郎選手が出たんじゃないかなっていう、ワールドシリーズに志郎選手負けて工藤選手が負けてしまったので、志郎選手がワールドシリーズの本戦に出場してるっていうイメージなので、ここはぜひリザーブはゲットしてほしいですよね。そうですね、まあ、何よりもここのところは負けてる印象がある工藤ですから、なんとか流れを変えたいところでしょう。さあ試合がスタートです。まあ、武蔵さん、ワンチャンピオンシップというこの舞台に出ていって思うような結果が出なかった工藤ですが、ここはやっぱり工藤選手勝ちたいところですけどね、このタリック・トッツ選手攻撃力がありますからね、はい、今も早速回転で一発出しましたけど、十分注意しなきゃいけない選手ですよ、はいはい、さあ前蹴りを出してきますタリック・トッツ。ザ・スコーピオンの弓を持ちます。おー、いいローですね、いいローですよ。ローキングレンダー、ローキングレンダー、右ストレート、工藤が早くもバック、ただガードしているが、ボディすぐに返す。そして前蹴りを出すトッツ、あのローは効きますよ、はい、おー、あれいいですね。もう手で取りに行ったんで、はい、ちょっともう引き出してると思いますね。ファンから右のローレンダー、右フックで返す、はい、トッツ、トッツも強気で打ってくる。あー、右、あー、もうちょっと足しましたね、はい、足してますよ、はい、足をちょっと引きずっています、トッツ。ただ前蹴りを使っています、バックスピンです。あー、出てきた、出てきた、おっと、あ、宮城さん、はい、トッツも気持ちの強い選手ですね。そうですね、爆発力がありますね、はい、ボディブロー。いやー、ビノさん、はい、トッツ手数多いですよね。いや、展開早いですね、2人ともめちゃめちゃスピードありますね、はい、ハイキックを出しました、タレクトッツ。目がめちゃめちゃスイッチ入ってますね。そうですね、コーナーに詰めました。今日は序盤からローキックを手に出した、はい、右ローです。いや、でも足が効いちゃうと、足が効いちゃうとやっぱり攻撃力というのはもう半減しますからね、はい、これはいい展開になると思いますよ。ロー、効いたか、効いたか、効いたか、バックロー、トッツ、バックロー出します。そしてショートを追加してローキック、ローがまたローです。ローの連打できます。これ武蔵さん相当きついでしょうね、足はもう、もうだいぶ、だいぶ痛いと思いますよ、はいはい、やっと。ただベイノーさん、はい、手が止まりませんね、トッツは。止まらないですね、やっても力は入ってくれるってくると思いますよ。あ、そうですか、バックフロー、ボディーを上げました。ボディーを珍しいですね、珍しいですね、はい、あーと、これはジャブではありません。キモロー、キモボディ、キモジャブが今日走ってますね、はい、これなんですね。これが工藤の、おっと、これが工藤の技です。キモジャブにキモローです。キモロー、来た、キモボディ、そしてキモジャブを出します。おーっと、前蹴りで止めた、トッツ、トッツ、バックスピン出てきました、ローキック、ローキック、さあパンチ片打ちになりました。工藤がコーナーに詰める。工藤選手の攻撃力も狙ってます。そうですね、はい、やっぱりここで片打ちがありますからね、工藤はね、はい、ここでちょっと工藤選手ハイキックとかも出してほしいですね、はい、さらにまたローが当たるチャンスが出るので、意識はある程度下に向けておいて今度はハイキックにつなげたい。そうですね、あーっとボディ打ちました、トッツ、トッツも左フックがある。油断できないですね、でも工藤選手は。ベイノワさん、はい、トッツも嫌がって前足をですね奥に引っ込めてるんですけども、そうですね、バックレゴング引っ込めたところにさっきパンチしてましたからね、第1ラウンドが終了しました。武蔵さん、第1ラウンド振り返ってどうでしょうか。そうですね、もう序盤からどんどんロー右のローキックを効かせたので、はい、もう今トッツ選手は結構立ってるのも足が痛いと思いますよ、はい、
そして宮城さんどうでしょうか。そうですね、工藤選手は自分の武器をちゃんと相手にぶつけてて、でもトッツ選手も怖いですね。まだ全然パンチ力だったりその瞬発力が何も下がってないので、一撃もらったら工藤選手もちょっと危ないんで、そこは気をつけてほしいですね。はい、ベイナーさんどうでしょうか。そうですね、まあ、回転技よくいっぱい出してるじゃないですか、だってなかなか反応できないんで、反応できない攻撃、やっぱ勢いのある回転の攻撃はタイミングよくもらっちゃうとそれ倒れちゃったりするので、それは気をつけたいですけど、ローはいいですね。そうですね、なかなかでも谷本たちも心が折れないですね。さあラインランドです、出てきました。またローキックです。ローキックも後ろを抜けされます。明らかに上がってそしてボディフィニッシュした。これはダウンではない、ダウンではない。もうトッツ選手も崩れても、まあ、ローキックを蹴られたくないっていう気持ちの中での攻撃になってきてるので、はいはい、威力はだいぶ反撃すると思いますよ。タリックトッツも手詰まりになってきた。コーナーに詰める、コーナーに詰める。うわ右フッカー、そうですね、これだけプレッシャーかけられるとプレッシャーが相当強いんで、工藤選手追い詰めます。またコーナーに詰める、もうリングをうまく使っています。全部の球を出しましたね。はい、じゃあ宮城さん、コーナーの使い方うまいですね。うまいですね、逃がさないですよね。もう逃げ場のないところに追い込んでいきます。はい、またコーナーに詰める。もう武蔵さん、コーナーからコーナーですね。そうですね、もうコーナーから出さずに、そこでもう仕留めるという、はい、そういう厳しい詰めをしてほしいですね。武蔵さん、向こう側、今度はロープが膝です。ボディー、膝からボディーとつないだ。いやー、武蔵さん、攻撃がつながってますね。つながってますね。にならずにやっぱりこう上下散らしたりとか、はい、それでこう攻撃をちょっと、散らしてほしいですね。はい、ファーストいいですね。そしてパンチを止める、パンチを止める。おいいですね。ボディーブロー、いざ防戦一歩になる。タリクトツ、タリクトツ棒立ちになった。さあ、しかし体勢入れ替えてまだパンチを打っていきます。まだパンチ来ますからね。そうですね、油断しないですよ。あーボディー、宮城さん、はい、ボディーも効果的ですね。効果的ですね。もうスタミナ結構削られてるんじゃないですか、トップ選手は。いよいよノックアウトの瞬間が近づいてるか。残り1分を切っている第2ラウンド。工藤選手はどう料理しようか、どこ空いてるのか、自分のリズムになってますからね。はい、そうですね。注意が出ましたね。掴みに対する注意が与えられました。タリックトッツにホールディングの動きがあるということで注意が与えられます。自動が出てくるバックスピン、逃げるしかないですね。トッツ選手はそうですね、どう蹴られたくないんで、ボディもやりたくないんで、もうかなり手詰まりになってきました。ノックアウト、最後はミドル、キモいミドルで決めた。ちょっと浮かせてみるっぽかったですね。口からマウスピースを吐き出しました。タリックトッツ鮮やかです。連敗を止めた、悪い流れを止めたのはやはりホームリングのライズ。2ラウンド2分32秒でした。武蔵さん、見事でしたね。そうですね、やっぱりローで最後はボディ倒した、かっこいい倒し方ですよ。はい、宮城さん、いかがですか。いやもう本当に自分の3つの武器を全部生かして最後にまさかのイカ付きで倒すという、ね、最後は自分の武器じゃない武器で倒してもまた一つ進化したんじゃないですか。テレビのさん、リプレイご覧になってどうでしょうか。いや完璧ですね。ロー狙いすぎかなとか言ってたんですけど、もうそのタイミングで緑で進めたんで、いかづきですか。見事突き刺さりました。完璧でしたね。では工藤のマイクをお聞きください。おっす、新宿7時の工藤です。チャンピオンになってから3連敗しました。本当に辛い時期だったんですけど、応援してくれる方や、浜川会長、トレーナー皆さんのサポートのおかげで、無事
勝てました。皆さん本当にありがとうございます。これで勝ったんで、ワールドシリーズ、リザーブ挑戦者決定戦、出れることになりました。まあ、いただいたチャンス最大限に生かせるように頑張りますので、今後とも皆さんぜひ応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお送りください。選手退場。連敗を止めた工藤雅彦、これでライズワールドシリーズ58キロ級のリザーバーという形になりました。リザーバー権の権利を獲得したのは工藤雅彦でした。試合タイムは2分32秒のノックアウト。このノックアウトシーンをもう一度最初から見たい場合は追っかけ再生機能をお試しください。放送中の番組詳細ページからご利用いただけます。